清水エスパルスの権田修一選手らが熱海市役所を訪れ、土石流災害で被害に遭った人たちを支援するために義援金を送りました。斉藤市長のもとを訪れたのは、清水エスパルスの山室信也社長と権田修一選手です。山室社長からは、およそ460万円の義援金の目録、権田選手からは、「頑張ろう熱海と書かれた色紙が手渡されました。」 同じ静岡県内に住む、えー、本当、まあ、ファミリーとしてそこはしっかりサポートしたいなという気持ちを集めました。斉藤市長は被災者にとって大きな力になると感謝しました。